い、こんにちは、スカイトモです。今日はですね、低い点数を打ちたいと思います。とにかく低い点数目指したいと思います。で、ルールはね、ガタ1投目にガタ落としたらストライクで、2投目にガタ落としたらスペア。まあ本当に一番低い点数狙うんで、もう10番ピンか7番ピンしか取れないでね。2投目は10ピンだけ、10番ピンだけ取るさ。2投目も同じライン通ったらクリア。そしたら、だから最低得点は1点よ。だから最高得点はおそらく10点しかないんじゃん。ってことで、とにかく低い点数を狙いたいと思います。じゃあやってみましょう。まずね、作戦としては俺10番ピンばっか狙う。10ピンパーフェクトを目指したいね。じゃあ10番ピンのみいきまーす。いやいや、何点？5点か、いきなり5点か。同じく10番ピンだけ狙いに行きます。4点。いや、最低でも3点にしたいな。いやー、きつい。3本。30点以内に収めたい。これも2本取ってるね。天品上手なりそう。よし、そろそろ見てる人も楽しくさせるために攻めようね。1本だけ来ない。ぶっ倒れた。8分って。はい、やばい、待って、お願い。やばい、やってしまった。やばいな、やばいよ。もっと攻めようか。よし、よし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 、オッケー。同じライン行くよ。あ、今だ、ど、え、ど、あ、やっぱりそうだよね。落ちたよね。みんな苦笑いしたね。また1本って知ってるけどさ、マジかよ。いや、あのぐらい攻めないといけんな。でも、あー、めっちゃ倒れてる。何点？5本。きついな。くそ。ストレートがいいかな。ストレートミスったらよ、全部倒れるから。自分で行って自分で却下します。いや、でもね、皆さんにね、このゲームの楽しさを分かってくれたと思う。一発目でガタいったらこうなるんだって。でも狙うよ。あー、やばい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 。100点いく。100点。ここで無難に行くのか攻めるのか。無難に行くのか攻めるのか。無難に行く。無難でいいです。いやー、いかんてー。あー、100いくわ。いや、違う。いや、待って。はぁ、取っちゃったよ、1本ダブルの後の1本や。きつい。うわ、やば。攻めるわ。2桁で終わらせたい。いや、超えたじゃん。超えた。はい、終わりました。点数がね、101点。ロースコアを目指したのに3桁いっちゃいました。いやー、難しい。ちょっとね、100点を切りたかった。大体皆さんこれでゲームのルール分かったんじゃないですかね。ってことで、この動画もまたチャレンジして、とにかくね、50点未満にしたいと思います。まあ、やっぱこっちとしてはね、やっぱ安牌に行くんだったら天品だけとかじゃなくてね、もう2本3本倒す勢いで行った方がいいのかもしれないです。じゃあまた配信します。面白かったらね、高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。バイバイ、スカイトモでした。